こんばんは、ハルミヤ。アメン。こんばんは、アメン、ハレリア。4月9日土曜日、夜の電動放送です。こんばんは。はい、レチェルさん、こんばんは。今日は暖かかったですね。今日はですね、気候が良かったです。イネさん、こんばんは。今日はチャンネルなんですね。チャンネルはどういうわけかですね、人が少ないという、原因は分かりませんが、チャンネルは人が少ないです。フィリップさん、こんばんは。朝ニートになって朝の放送を見ることができるようになりました。はい、山本さん、いらっしゃい。アメン、アメン、アメン。放送を見る方がですね、大事です。イエス様の御言葉を聞く方が大事なんです。皆さん、この、御言葉を聞かない生活よりも御言葉を聞く生活の方がはるかにいいのです。はるかにいいのです。朝の配信の桜が綺麗でした。そうですよね。今日の朝はですね、こう普通桜を上を向いてこう 見ますけど、今日の桜は下を見て上と下と両方見てですね、桜を見れるんですね。とても良かったです。イエス様のおかげで人生変わった。イエス様のおかげで人生変わった。こんばんは。今日も油注ぎを受けに来ました。ルデヤさん、私の人生も変わりました。皆さんの人生も変わりました。皆さん、イエス様によって人生が変わるのです。イエス様によって人生が変わります。はい、変わらなければなりません。変わらなければなりません。謝罪配信公開になってない。ああ、そうですか。すいません、謝罪が公開になってないということですが、ちょっとチェックしましょうか。なってますね。謝罪公開になってますね。町田の桜はいつまで咲いてますか。まあ、今年は長いですよね。もう1週間以上花見配信してるんですが、まだできそうな感じですね。まだできそうな感じです。今日親知らず抜きました。痛いです。キューちゃん、下は痛いですね。下はね、上はそんなでもないと思うんですけど、リバイバルですね。アメン。今度町田に行って謝罪配信参加していいですか。いいですよ。どうぞ来てくださいね。この放送を家族で楽しみにしていました。家族で楽しみにしていました。私も行きます。私も行きます。あ、でもですね、娘の車はですね、私がちょっと乗れないので、一緒に乗っていくことはちょっとできないんですね。まあ、そこのとこはどうしたらいいか工夫しなきゃいけませんが、はい。明日 LTL に行っていいですか。もちろんですよ。ぜひ明日朝10時半、朝10時半礼拝ライブがありますから来てください。
こんばんは。今日も信仰の言葉をしっかり聞いて、すっかり忘れます。いや、忘れないでください。忘れないでください。大阪は造幣局の桜が見頃です。そうですね。あ、ごめんなさい、ツイキャスの方がですね、謝罪ってなってますが、朝のタイトルを変えてませんでした。すいません。もう、いつも、ツイキャスの方はですね、この、忘れちゃうんですね。ごめんなさい。LTL すごい笑えて楽しいので来てください。無職になってこの放送を見るのが唯一の楽しみなんです。明日の夜11時、夜11時はもうダメですよ。私はもう10時に寝てますからね。10時に寝てますから。はい、どんまい、ありがとうございます。本来ですね、礼拝というのはですね、まあ、セレブレーションと言いまして、お祝いですから、楽しいんですね。お祭りみたいで、楽しいの、楽しいんですね。ですから、その、お祭り気分でいいんです。ね、まあ、ジーザスレインズと同じで、礼拝はお祭りなんです。はい、サラさん、こんばんは。ピースして、ピースして、イエス様の平安、イエス様は平和の君です。平和の君ですから、本当のピースはイエス様から来る平安。イエス様が、心配や恐れを取ってくれます。心配や恐れを追い出してくれます。それが平安です。皆さん、心配してて平安ですか？恐れがあって平安ですか？いいえ、いいえ。まず私たちは、心から恐れや心配を取って平安になることが大事です。明日の心配は無用です。皆さん言ってください。明日の心配は無用です。声出して言うんです。いいですか？明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。アメン。いつも何時頃起きてますか？6時前ぐらいですね。6時前に起きてます。明日の心配は無用です。素晴らしいですね、皆さんね。何も心配しなくていい、何も恐れなくていい。皆さん、私たちは本当に、素晴らしいんですよ。イエス様が何も心配しなくていいと言ってるんです。イエス様が一緒にいるんですから。イエス様が一緒にいれば何も心配しなくてもいいんですよね。はい、明日の心配は無用です。ぜひ皆さん、天国の平安を感じてください。皆さんが油注ぎを受けると、天国の平安を感じます。皆さんがこの部屋に来ると油注ぎを感じて、何かこうストレスがなくなりませんか？いろんなプレッシャーが なくなるでしょう。それは油注ぎによって皆さんが平安になってるからです。イエス様おっしゃいました。私が与える平安はこの世の平安とは違うとおっしゃいました。キューちゃんの動画いろいろ見てました。ありがとうございます。イエス様がくださる平安はこの世の平安とは違うのです。本当の平安なんです。本当のピースですね。この世の平安はですね、何と言ったらいいんでしょうか。この世の平安は、なんかこう、
お金で保証するような提案というか、この何と言ったらいいんでしょうかね、心の平安じゃなくて何かこう、そうですね、はい、人間的な平安です。でもそれは本当の平安にならないんですね。この世の平安は本当の平安ではありません。いくらお金があっても心配はあるのです。いくらですね、こう準備しても保険かけてもダメなんですね。保険かけても本当の部屋にはなりません。はい、ストレスもイライラも消えて心穏やかになります。ルデアさん、イエス様がくださる平安は、イエス様がくださる平安は本当の平安で、ストレスもイライラも消えて心穏やかになります。これが天国の平安です。これが天国の平安です。お金では買えない、この世では得られない本当の平安、本当の平安、それはイエス様が一緒にいるという平安。神の愛でその満たされる平安。イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫。皆さん、全く愛は恐れを締め出します。皆さん、恐れがない人生いいと思いませんか。皆さん、恐れがない人生、ネガティブがない人生、皆さんいいと思いませんか。私の顔を見てください。私の顔、恐れがありますか。恐れがありますか。ネガティブがありますか。もちろんありますよ。もちろんあります。もちろんありますけど、戦ってるんですね。ないない、ありがとうございます。戦ってるんです。私もですね、しょっちゅうネガティブよされ、恐れよされと絶えずですね言ってるんですよ。皆さん、霊的に戦っておりまして、恐れよされね、ネガティブよされと絶えず祈ってるんです。皆さん、そうやってですね、私たちは平安を保つ必要があるんです。天国の平和、平安、霊的な平安、必要なんです。皆さん、皆さん霊的な戦いが必要です。ガッツポーズガッツポーズ、もう皆さん、私たちは悪魔に勝利しなければなりません。悪魔に負けてはいけません。イエス様が勝利者ですから、イエス様が勝利者ですから、皆さんは勝利者になれるんです。ガッツポーズ、ガッツポーズってどういうんでしょうか。ガッツポーズどういうんですかね。いろんなガッツポーズがね、ガッツポーズ、皆さんイエスキリストに会って、イエス様に会ってもう勝利、イエス様に会って勝利。私たちは自分の力では勝てません。ゆいさん、はい、ゆいさん久しぶりです。お元気でしょうか。はいはい、ゆいさん久しぶりです。お元気で嬉しいです。はい、キューちゃん幸せそうですね。はい、幸せです。はい、久しぶりです。嬉しいです。皆さん、この世はネガティブの世界ですね。元気です。よかったですね。ゆいさん元気だそうで、よかったです。嬉しいです。アメン。この世はネガティブの世界です。この世はネガティブの世界、つまりサタンがネガティブですから、サタンの支配ですから、もうこの世はどこを見てもネガティブです。この世はどこを見てもネガティブです。しかし皆さん、イエス様はポジティブな神様、イエス様だけがポジティブと言ってもいいでしょう。イエス様だけがポジティブです。ですから皆さん、
そのイエスキリストにあって初めてポジティブになれます。本当のポジティブ、本当のポジティブ、それはイエス様の笑顔です。イエス様の笑顔が本当のポジティブです。私たちはイエス様と共にいる、イエス様から離れてはいけません。イエス様とね、一緒にいる、イエス様と一緒に、いる、それがですね、大事なんです。そして私たちはもっともっとイエス様を知っていくのです。イエス様を知っていくのです。そして、イエス様に近づくのです。イエス様に、近づいていく、イエス様と共に歩む。イエス様も皆さんを愛していて、皆さんと親しく交わりたいのです。イエス様の御心は、イエス様の御心は、皆さんと、交わりたいということですね。イエス様は皆さんを愛しています。イエス様を皆さんを愛しています。皆さんに近づいてきてほしい。イエス様を信じてイエス様に近づいてきてほしい。それがイエス様です。イエス様は誰でもウェルカム、誰でも歓迎してくれます。ですから私たちはそのイエス様を信頼して近づくのです。ですから私たちのその日々は、イエス様を探す日々なんです。イエス様に近づく日々です。イエス様を求める日々なんです。エレミヤにはですね、私を探しなさいと書いてありますね。私を求めなさいと書いてあります。私たちは、イエス様を求めます。そして、イエス様から祝福を受けます。平安が来ます。喜びが来ます。希望が来るんです。命が来るんです。皆さんは体験しています。イエス様から、命が来て皆さんは元気なんです。この放送を聞いて皆さんは元気になります。そして元気になる自分が発見できて、そしてもっと元気になりたい、もっと元気になりたいと皆さんは、集まってくるんです。神の子が集まって、神の子が集まって、集まるだけで元気になります。集まるだけで元気になります。集まるだけで元気になるんです。それはどうしてかというと、どうして集まるだけで元気になるかというと、マタイ18の19にこうあります。もしあなた方のうち2人が、ごめんなさい間違えた、20節、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。イエス様の名によって2人でも3人でも集まるところにイエス様がいる。元気になるよ、もっとキューちゃんは間違いない。アメン。2人3人でもイエス様の名によって集まっています。皆さん、この放送はですね、もう何十人、もう100人以上かもしれません。もう何十人も集まってるんです。何十人も集まってます。ということはもう、イエス様がここにおられるということですね。イエス様がここにおられる、
ですからイエス様がおられるところに平安があります。はい、この御声を聞くと心が穏やかになり疲れもぶっ飛びます。疲れもぶっ飛びます。疲れもぶっ飛びます。イエス様がいるんですから。皆さん、イエスキリストがいるところがオアシスで、イエスキリストがいるところが神の国で、イエスキリストがいるところが私たちの、パラダイスなんです。良くも悪くも影響量があって私は好きです。良くも悪くもはい、イエス様がいるところに命が流れるのです。他にないのです。皆さん、これ大事なポイントです。イエス様以外にないのです。皆さんのその心を充電するものはイエス様以外にないのです。皆さんに命を注ぐところはイエス様以外にないのです。皆さんを本当に心から元気にするところはイエス様以外にないのです。イエス様だけなんです。イエス様だけが皆さんを元気にするのです。イエス様だけが、私たちの心が平安になるんです。皆さんはそれを知ったのです。知ったのです。体験して知ったのです。そしてもっと知る必要があります。多くの人は偶像のところに行ってしまいます。偶像に行ってもそこには何の良いものはありません。偶像のところに行ってはいけません。偶像を捨てましょう。偶像を捨てましょう。イエス様はオアシスですね。皆さん、本当にこの世は偶像だらけなんです。この世は偶像だらけなんです。この世界は偶像崇拝の社会なんです。皆さんはね、私が結構偶像崇拝ってよく言いますから、もう皆さんはもうよく分かってらっしゃると思います。もう偶像崇拝だらけだということ分かると思います。で、その、私たちは偶像崇拝をやめたんです。偶像崇拝をやめてイエス様だけを信じるようになったんです。問題を抱えていましたが、祈ったら問題解決の糸口がつかめ解決しました。よかったですね。アメン。イエス様がおられます。イエス様がおられます。祈りが叶えられるんです。祈りが叶えられるんです。皆さん、すごいことなんです。すごいことなんです。祈りが叶えられるって皆さんすごいと思いませんか。イエス様がおられるので私たちの祈りが叶えられるんですよ。自分の力でできることは限られてるじゃないですか。私たちは神様に祈って神様が叶えてくれるんです。そしてそれを私たちは体験して信じているんです。ですからもう喜ぶのです。ですから喜ぶのです。祈りが聞かれるから喜ぶんです。ハレルヤ。神様に感謝します。フグちゃん、アメン。もし祈りが叶えられなかったら喜べませんね。祈りが叶えられなかったら、喜ぶことができないんです。しかし祈りが叶えられるから喜ぶのです。祈りが叶えられるから喜ぶのです。皆さんもその体験をしてほしいのです。一時的に叶えられなくても、私たちは信じ続けるのです。信じ続けて、祈りが叶えられるまで祈るのです。祈りが叶えられるまで祈ります。
神を知り、神の力を知る、神の愛を知る、素晴らしいことです。そして神の愛で生きる、神の力で生きる、素晴らしいことです。神の力で生きる、聖霊様に導かれながら生きる、聖霊様の祝福の中で生きる、そして神の愛を求めます。神の愛を求めます。私たちが神の愛で生きるときに奇跡が起きます。皆さん、多くの人はですね、その何と言ったらいいでしょうかね、神から来る、その祝福というものをですね、知らないために、そのお金の力に期待しているかもしれません。しかし私たちは神の力や神の愛に期待するのです。私たちが神の愛を、行うときに、そこに素晴らしい神の祝福が来るのです。イエス様の愛で生きるときに、そこに天の恵みが降り注いでくるのです。神の愛によって人が変わるのです。神の愛によって状況が変わるのです。皆さん、神の愛がその奇跡の鍵なんです。神の愛が奇跡を生むんです。はい、ぜひ皆さんがその神の愛の力を体験してほしいのです。神の愛の力、それはまさしく神の力なんですけど、神の愛によって、神の力が解き放たれます。職人さんも来てくれてよかったですね、キューちゃん実は私、この弾幕が見えないように設定してあるんですね。ごめんなさい、弾幕の方は申し訳ないですけど、コメントとか弾幕がですね、こう流れないように設定してあるんです。すいません。綺麗ですか？弾幕綺麗。そういうわけで、集まることは素晴らしいんです。この放送はニコ生の放送なんですけど、まあ、物理的に集まっているわけではありません。放送として集まっています。今何人いるか分かりませんね。放送として集まっています。でも放送でも、リアルで集まると同じように、やっぱりそこには神様の力が働きます。不思議です。放送でも集まると何かが変わるのです。放送でもそこにイエス様がおられるのです。放送でも油注ぎがあるんです。それは皆さんが知っていることです。放送でも油注ぎがあるんです。素晴らしいです。素晴らしいです。ですから、皆さん集まり続けましょう。聖書にもありますね。聖書にも、その集まりなさいという命令があります。集まりなさい。イエス・キリストの名によって集まる。イエス・キリストの名によって集まる。それが素晴らしいことです。ぜひ皆さん、これからリバイバルが近いです。ますます集まろうではないでしょうか。ますます集まろうではないでしょうか。5月は集会が多いです。楽しみです。集会が楽しみです。LTL はですね、まあ
教会の行事が少ないんですね。独自の教会の行事が少ないんですけど、集会がですね、LTL の行事なんですね。集会に行く、みんなで一緒に行く、その一緒に集会に参加する、それがですね LTL の行事なんですね。インターネットを通して牧師さんのお話をリアルタイムで視聴できるのは素晴らしいです。ルデアさん、リバイバル近いって本当本当です。明日の礼拝が楽しみです。フィリップさん、本当に楽しみですね。私も楽しみです。私もですね、礼拝がワクワクドキドキです。楽しいです。神が直接話しかけてきます。これも本当です。信仰を分かち合う喜びを感じています。アメン。アカシアはまさに信仰を分かち合ってるという感じですよね。信仰を分かち合ってる、こんばんは太郎夫妻、こんばんは。本当にドキドキします。そうですね、礼拝ドキドキします。これから、イエス様は、素晴らしいことをされると思います。日本に対して驚くことをされるのではないでしょうか。イエス様に期待します。イエス様に期待します。素晴らしいことが起きると思います。素晴らしいことが起きる、驚くべきことが起きる、人が救われる、人が変えられる、多くの人の人生が変わる、こんな素晴らしいことはないと思いませんか。はい、それでは角部へ行きましょう。今日の角部、集まるだけで元気になる角部、一緒にイエス様のところに集まろう。いつも一緒にイエス様のところに集まろう。全員集合っていう、テレビ番組がありましたけど、イエス様のところに全員集合、イエス様のところに全員集合、集まろう角部、イエス様のところに集まろう角部。アメン、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 ハレルヤ、アメン、アメン。新しい角部ちょっと練習中です。ごめんなさい。みんなを愛さなきゃダメだ。アメン。みんなを愛さなきゃダメだ。アメン。それでは証タイム行きましょう。証タイム、集まるだけで元気になった証、集まるだけで元気になった証、イエス様に近づいて元気になった証、イエス様だけが癒し主、イエス様だけが自分を元気にしてくれた証、イエス様だけが、イエス様だけが本当の、本当の神様。ポジティブになれたのはイエス様だけだった。ポジティブになれたのはイエス様だけだった証。イエス様だけが救い主。イエス様だけが救い主。証、スタート。スタート。スタート。
今夜ここに集まっただけで元気になりました。ワルコメさんも職人さんもイエス様のお導き、みんな大好き。もしもこんな教会があったら、それが LTL だと分かった。イエス様とコンビニの前で集まっておでん食べたり語り合いたいです。この放送で隣国への敵が取り除かれました。キューちゃん、一生懸命祈祷したらこんなに元気になっちゃったよ。カリスマ派は油がワクワクだから毎日がワクワク。イエス様を知ってあれこれ悩むことがなくなりました。フグちゃん、首の痛みが治りました。集まるだけで元気になりました。元気が一番。元気があれば信仰もできる。油注ぎで毎日がハッピーホリデーです。家族全員今年はインフルエンザにかかりませんでした。守られてる気がします。以前は悪魔に怯えていたイエス様を信じたらはっきりと悪魔から救われました。キリスト教に興味がある友人にカリスマを押しときました。アンチこそ信仰予備軍です。明日も竹本さん駅前に立っているの。はい、立っています。4人の方が立っています。4人の方が立っています。イエス様を思うだけで元気になります。この放送に励まされて体の具合も良くなりました。集会は霊的命令だと分かった。明日礼拝行くぞ。家族に見放されたけどイエス様を信じ続けます。ニートが集まってハレルヤです。イエス様、人生変えてくれてありがとう。イエス様、人生を変えてくれてありがとう。この御所にあって憎んだり妬んだりすることがなくなりました。恨んだりすることがなくなりました。皆さん、元気に元気を出しなさい。私は神を信じています。イエス様が私の元気の源です。アトピーが治りました。心を治療できるのはイエス様だけだと思いました。イエス様を守るため、そのために生まれてきたんだ。放送を盛り上げてくれるアンチに感謝します。イエス様が私を守ってくれているから無敵になれました。苦しい時、辛い時にイエス様の笑顔を思い出し、祈祷に励む毎日です。イエス様に罪から自由にしてもらった。皆さんの素晴らしい証にただただ感動しています。集まるだけで何でもできる元気が一番です。イエス様だけが元気の神様、他からは元気がもらえません。車のエンジンが直りました。
どんなに嫌なことがあってもこの放送のおかげで毎日元気です。イエス様は私たちのお守りです。絶望状態の時、夢に天使が現れて励ましてくれました。アメン、アメン。夢に天使が現れたんですか。素晴らしい、素晴らしいです。アメン。イエス様だけが心の隙間をお埋めします。信仰はいつも僕の薬箱です。信仰はいつも僕の薬箱です。一度イエス様を知ってしまうとやめられません。一度イエス様を知ってしまうとやめられません。頑固などもりが治りました。これは私を神を信じるしかないと思った。実は私もどもりだったんですね。私もですね、左利きだったんですが、右利きに直されてどもるようになって、でも今ほとんどどもりません、ね、ほとんどどもりません。癒されました。私も癒されました。昔はですね、昔はどもりませんとか言ってたわけですけど、今はどまらなくなりました。イエス様に癒されました。イエス様に癒されました。限りない愛はイエス様だけが持っているんだと感じました。十字架を見せてほしい。はっきり言うよ。はっきり言って僕は変わった。はっきり言って僕は変わった。伝道がこんなに気持ちよくなるとは思いませんでした。イエス様を信じて5月から勉強人生頑張ろうと思った。イエス様が天職を教えてくれました。神様を信じてから部屋に嫌な虫が出なくなりました。僕にもはっきり言わせてください。誰でも生まれ変われるんだと。めくら人生の僕に光が差し込んだ。麻生さんの、教会に行ってみようと思った。イエス様のおかげで来月から本気出そうと思いました。自分の罪に気づいて悔い改めることができました。あたいもはっきり言うよ。本当に幸せになった。本当に幸せになった。ブランド物ばかり着ていた過去の自分が恥ずかしいです。ブランド物ばかり着ていた過去の自分が恥ずかしいです。私も過去は恥ずかしい。私も過去は恥ずかしい。私も自分を自慢していました、自分を自慢していました。恥ずかしいです。恥ずかしいです。罪が分かったので、
罪が分かったので恥ずかしいです。なんだか元気が出てきました、レイチェルさん。なんだか元気が出てきました。アメンアメンアメン。俺もはっきり言って悔い改める喜びを知った、悔い改める喜びを知った。この御所で心の傷が治り、心の隙間も埋まった。アメン。アメン。イエス様を知る前は目的もない虚しい人生でした。誰でもそうなんです。誰でもそうなんです。カリスマ派は天国に行けるし、この世でも救われる。アメン。アメン。イエス様はいつも僕の、薬箱さん、神様、うちの猫が元気になりました。アメン。猫も犬も元気になります。猫も犬も元気になります。イエス様のおかげでヤクザを辞めることができました。よかったですね。アメン。信仰したら肛門さんがなくなりました。自殺をやめようと思った。アメン。町会議のついでに LTL に寄ってもいいですか。いいですよ、いいですよ。でも一応ちょっと連絡ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。素晴らしい証、ありがとうございました。キューちゃんが油注ぎで満ちて元気で放送を続けられますように。イエス様にお会いして謝罪して和解したいです。9年間この放送を見ていた。まさかこんなことになるとは。はい、ありがとうございました。はい、アメン。はい、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージ。私たちは幸せなんです。私たちはすごく幸せです。私はすごく幸せです。どうして幸せかと言いますとですね、皆さん、私たちは、そのイエス様と出会ったからですね。イエス様と出会って、その、私たちはその
元気になったんです。イエス様と出会って平安になったんです。明日礼拝に行ってもいいですか？もちろん、大歓迎です。あのカメラの後ろに座りますから、LTA に来てもあの放送に出ることはありません。あの LTA に行ったら放送カメラ映っちゃうんじゃないかと心配してる人もいますけど、大丈夫です。あのあそこにここにカメラを置くんですけど、そのカメラの前の方は映るかもしれませんが、そのカメラの後ろの方は映りませんので、ぜひ皆さん心配しないで礼拝に参加してください。合計20名ぐらい入れますので、まだまだ大丈夫ですよ。まだまだ、入ることができますので、ぜひ皆さん来てください。皆さん、私たちは幸せなんです。私たちは幸せです。イエス様から祝福されてるんですから。皆さん、イエス様は全ての人を愛してますよ。全ての人のために十字架にかかって死んでくれました。しかし、その愛を受け取るためには信仰が必要なんです。イエス様は全ての人のために十字架にかかってくださいました。しかし、その救いを得るためには、その十字架の救いを得るためには信仰が必要なんです。そのイエスキリストを信じる信仰によって、十字架の、その救いの贖いの、力が解き放たれるんです。イエス様を信じると本当に罪が許されて、皆さんが体験しているように平安がもらえるのです。喜びがもらえるのです。神の力を受けるのです。油注ぎを受けるのです。ですから、私たちはそれを体験しているんです。あ、小田さん、はい、こんばんは小田さん。私たちはその神を体験しているのです。神の力を体験しています。神の愛を体験しているんです。ぜひ皆さん、私たちは幸せなんです。まだ体験してない人がたくさんいるんですよ。皆さん、99% 以上の日本人の人が体験してないんですよ。ニコ生やってる人だって体験してない人がたくさんいるんです。皆さんはこの部屋に来てですね、この伝道部屋に来て体験が許されたというか、体験する機会があったというか、ですから喜びましょう。私は伝道しています。伝道してもですね、体験するとは限らないんです。間違った考えがあってですね、先入観があったら、この部屋をですね見ようともしない人もいるわけです。また1回2回聞いてもなかなか信じるためにはですね、まあ一回初めて来て信じる人もいるかもしれませんが、もう5、6回聞いても信じない人もいます。もう何年来ても信じない人もいるんです。皆さん不思議だと思いませんか？信仰って不思議ですよね。初めてイエス様の話を聞いて信じる人もいれば、もう10年20年聞いても信じない人もいるんです。信仰って微妙です。本当に不思議です。誰が救われて誰が救われないかわからないんですよ。誰が油注ぎを受けて誰が油注ぎを受けないかわからないんです。それは神様の領域なんですね。神様の領域です。でも原則は誰でもですね、誰でも信じれば救われるのです。誰でも悔い改めてイエスキリストを信じれば救われるのです。皆さん、私たちは救われたんです。
それは私たちの力ではありません。イエス様の憐れみです。イエス様の憐れみによって救われたんです。そして今信仰で歩んでるんです。ますます成長します。ますます喜びます。皆さんと一緒にいることが幸せです。兄弟姉妹が愛し合う、兄弟姉妹が愛し合う、そんな素晴らしいことはないのです。それはまさに神の国です。難しいです。難しくても素晴らしいのです。難しくても素晴らしいんです。ゆいさん、この放送で本当の幸せを知りました。ありがとうございます。この放送で本当の幸せを知りました。ありがとうございます。本当の幸せ、それはイエス様です。イエス様が私たちの本当の幸せです。イエス様を知ることができました。素晴らしいお方です。愛に満ちたお方です。本当にイエス様は素晴らしい方です。アル中の僕がイエス様のおかげで救われました。今日の放送を聞いて本当に幸せだ、集まるだけで元気になる、イエス様を信じてもっともっと幸せになりたい、イエス様を信じてもっと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 元気になりたい人、アメンと言ってください。もっともっと元気になりたい人、もっともっと幸せになりたい人、もっともっとイエス様に近づきたい人、イエス様を知りたい人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。天の父様、感謝します。今日の放送も感謝します。あなたがここにおられます。あなたのお名前で集まっています。私たちはあなたにお会いしたい、あなたの教えを学びたい、あなたから祝福を受けたいと思って集まっています。あなたは素晴らしい方。今リスナーのうちに祝福が流れていると信じます。今神様の尊い尊い恵みが注がれていると信じます。あなたは生きておられます。十字架から流れています。愛が流れています。命が流れています。イエス様、今リスナーの方々が祝福されていると信じます。癒されていると信じます。あなたは全知全能の方、あなたは全知全能です。あなたにできないことは何もありません。あなたにできないことは何もありません。信じます。癒しを信じます。奇跡を信じます。神様の力を信じます。私たちは以前は自分の力で燃え尽きていましたけれど、肉の力で燃え尽きていました。しかし今神の力で生きています。神の力で生きています。全知全能の力で生きています。イエス様、あなたから神の力が注がれています。主を信じます。ますますあなたの力を求めます。与えてください。神の力を与えてください。全知全能の力を見ます。あなたの栄光を見ます。あなたの道からの、強さを見ます。どうぞ日本を救ってください。人々を救ってください。素晴らしいことが起きていくと信じます。素晴らしいことが起きてくると信じます。証がもっと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 証があふれてくると信じます。期待します。イエス様、ありがとうございます。十字架を心から感謝します。リスナーの皆さんを感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。ハレルヤ。ありがとう。